おはようございます。今ですね、6時54分、7時にね、あのホテル出ようと思って出てきたんですけど、見てこれ、これ今ね7時で朝のわかりますか？昨日帰ってきた時と全く光景が変わっていない。そして今これね、 T セントラルっていうね、駅前、もう一番中央の駅前なんだけど、朝7時で誰もいない。すげえなこの国。さあ今からね、あのノーベルレクチャーに向かおうと思います。いや、この暗さはないでしょう。本当にこうね、朝起きた感じがしないですよね。まあね、こう地下鉄に乗っていこうと思うんですけど、これね、地下鉄の駅がものすごいんでね、ぜひ見ていただきたいんですよ。ここの、わかります？この岩盤に直接こう壁画になってるっていう、このね、広いんですね、駅の構内が。で、あの昨日ね、リハーサルしたんで、このようにね、サクッとホームに到着しまして、これがね、あのストックホルムのメトロです。なんかね、すごい乗りやすくてとってもいい電車だなと思いました。口の周りに違和感が。で、これがですね、あのユニバーシティ、つまり大学の駅なんですけど、もうね、壁画がね、とっても工夫してあって素敵ですね。レクチャーのある大学に着いたんですけど、現在7時18分。7時18分でもこの暗さ、知らんでるんですけど、ここからだんだんと朝になってきますね。9時ぐらいまではまあ暗い感じ。今あの待ってたんですけど、あの一緒に待ってるおじさんと仲良くなりました。ハロー。Oh, hello. It's quite cold here. It's zero degrees centigrade. 会場までもですね、1時間半ぐらいあるんですけど、もう結構ちらほら人が来ている感じで、いやー楽しみですね。いやでもね、いい席取れそう。夜が明けてきましたね。めっちゃ並んできた。今8時なんですけど、さっきまで誰もいなかったのに。もう多分300人ぐらいはいるんだろうな。こっから待って40分。いい席取れましたよ。ノーベル受賞者たちがですね、入場してきまして、場が一気に緊張感に包まれてきました。それとともに非常に大きな期待感が感じられます。これがですね、配られたポスターで、さらにハンドアウトもありました。こちらにですね、受賞理由であったりだとか、どういった業績なのかということが体系的に書いてある感じでしたね。さあまず物理学賞からなんですけど、ピープルズ教授、彼はですね、宇宙がビッグバン後にいかに進化したかということを解き明かしたというすごい方なんですね。で、マイオール教授、そしてケロー教授、彼らはですね、銀河系にある太陽型の恒星を公転する太陽系外惑星を初めて発見したというですね、一応理解はしてるはずなんですけれども、どれだけすごいことなのかってことがピンとこない、すごい受賞理由でしたね。彼らのね、プレゼンテーションも非常に面白かったので、ぜひ見ていただきたいんですけれども、さあ我らがですね、吉野さんも入場してきてですね、で、グッドイナフ教授、いやー本当にこう目の前で見れるとは思わなかったので、すごい感動しました。これからね、吉野さんのノーベルレクチャーが始まります。こちらがですね、スタンリー・ウィッティンガム教授で、非常にね、あの面白いプレゼンでしたので、ぜひ見ていただければと思うんですけれども、さあ、アキラ・ヨシノがですね、このように紹介されまして、吉野さんが舞台に迎え入れられました。さあどうなる。サンキュー。
very much. Very kind introductions. My name is Akira Yoshino. Came from Japan.吉野さんはですね、たくさんの感謝を述べながら、で最初はですね、子供の頃の話、マイケル・ファラデーのろうそくの科学がきっかけだったんですね。これは非常に面白い。でさらにリチウムイオン電池のですね、開発の裏話であったり、どういった達成なのかということを話していきました。さあ肝心のですね、現代のトリレンマ、経済と利便性と環境、この3つがですね、なかなか両立できない。1つのことを重要視してしまうと他の2つがうまくいかなくなる。このね、トリレンマ、ジレンマの3個バージョン、トリレンマをどのように解決するかという話を吉野さんは投げ込むためにね、ここまで来ました。トリレンマを解決する2つのヒントとして吉野さんは CASE というものと MAAS という2つのヒントを用意していました。CASE というのはそれぞれバッテリーをつなぎ合わせて送電網にするということ、 MAAS は電気自動車を一つのバッテリーのキャリアと考えてですね、街中にバッテリーを用意することで必要なところに送電ができるような送電網を作り出すというエネルギー政策ですね。星野さんはですね、6分間のビデオも用意していました。これはですね、日本語で昔作ったビデオをですね、このレクチャー用に英語にしてきたらしいんですけれども、これはね、非常に分かりやすかったですね。会場も本当に見入ってる感じでした。他の受賞者がですね、主にトークが中心だったのに対して吉野さんは本当にこう動画素材であったり様々なものを用意してました。So the, this is the final slide of my presentation. I hope this video gave you an idea of how Gates and Mars can bring about sustainability. The dilemma described can be overcome. New technology will bring together with the LRT. The same thing will happen in everywhere, not just mobility.This is only a glimpse of the future sustainable society. As someone involved in battery technology, I feel a great responsibility to make my contribution. And finally, this is my message to the world. Innovation all around will enable a sustainable society to be achieved very soon. The battery will play a central role.会場はですね、もうこの日一番の大きな拍手に包まれていました。いやでもこの3人はなんか仲良さそうな感じがしますね。いやでもグッドイナフさんと吉野さんがこう手を取っている光景というのはなんかこう胸にグッとくるものがありますね。星野さんもほっとしてる感じでいい笑顔がこぼれてましたね。いや本当にお疲れ様でした。でノーベル力者はですね、実はまだ続くんですよ。これから経済学賞の方に移っていきます。バナージー、そしてリュフロー、この2人はですね、貧困の経済学というですね、いい本を書いてるんで皆さんぜひ読んでいただきたいんですが、実はすごいんですよ。RCT ってランダム化比較実験というですね、世の中で様々な貧困対策というのが取られているんですけど、その貧困対策がいかに効果的なのか、もしくは効果があんまりないのかというものをですね、比較する実験の形を作っている、今の貧困支援にものすごく大きな影響を与えている3人です。はいはい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。 Thank you very much. どうもありがとうございました。すごい、今岡さんがね、有名な路地に連れてきてくれました。岡さん、いやー、はい、これが岡ピーだよ。岡ピー言われたことないから。あー綺麗だ。
構なんかちょっと異世界な感じ。異世界ですね。そうなんですね。すごい。いや、こんなとこからあの路地に行けるなんて思わないですよね。もうこれちょっとまた濡れてんのがいいよね。殺人事件起こりそう。追い詰められてある。なんか追い詰められてある。そういうことですよね。わかります、この路地。おしゃれ。かっこいいですね、これ。このノーベル賞の床。これはもう表示されてますよ、私の。バナジー見てる。買うとね。研究者あるある、研究者ある。おお、あ、すげえ、めっちゃ練習した感出てるな。お、ありました。こちら吉野さんのサインですね。発筆、発筆。すごい、この有名な晩餐会の食器が売ってる、に置かれてる。ちなみにレプリカは1個10万円らしいです。あ、そうなんですか。3個まで買えるそうです、受賞すると。今度ですね、受賞する。こんなのがそれなりの苦労が、こんなこの奥もあるから、ね。まあでも実用化に一番持ってったのは吉野さんですからね、本当に。My favorite pen for 10 years。10年間はフェイバリットだったらしいです。逆に言えば素晴らしいな。もうこういうの作っていちいちちまちま実験するんですよ。でしょうね。実際に作って。ポリアセチレンの研究。いやー、なんかこう汗が滲んでますね。いやー、相当だってね、あんだけ髪の毛抜けたのはやっぱそのせいだって言ってましたもんね。奥さんがやっぱり。まあ、チョコレートが落ちてる。です。僕取りました。じゃあ今からね、このノーベル賞を受賞した諭吉が食べてみようと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ノーベルチョコ賞。ノーベルチョコ賞。すげえだぜ。いただきます。うん。あ、ベリーが好きで。美味しい。デザートだ。ハハ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 ハ知ってる知識を全て吐きます。研究員かと学生なんでね。なるほどね。まだ高原でピチピチの25なんで。そう、岡はね、25歳らしいですよ。信じられない。信じられない。どっちが年上かよくわからんって言われるな。うわー、こんな感じですよ。かわいい。ね、まあ、なんか、全然東京とまたちょっと感じ違います、ね。顔が違いますね。顔が違うんですよね。
ちなみにこっち。あ、オンリーキャッシュ。とうとう、とうとうキャッシュが火を吹く時が来ましたよ。初めて見た。そう、僕はね、キャッシュを持ってるんです。あ。Thank you. Here you go. タクタク。Have a good day.黒いのもありますよ、黒いの。黒いのですわ。結局選んでるよ。いいね、この黒いの。このなんか、小悪魔な感じ。いい買い物したわ。いいですね。で、こう、これをつけとくと、ここでこう拾ってくれる。指向性マイクで。ああ、そう。周りのガヤガヤがあんまり入らないですよ。だからそんなに声張らなくても、はいはいはい、楽しめちゃう。あ、次世代ですね、もう次世代ですね。時代は進化してる。このライオンちゃんみたいなのがたくさんいるんですけど、こいつスウェーデンタイガー、スウェーデンタイガーっていうらしくて、ね、なんかタイガーってスウェーデン語で言わないっていう、言わないとか秘密とかそういう意味らしいですよ、インゴで。へえ、そうなんだ。で、結局第二次世界大戦の時に軍事産業をやってたっていうのを言わないっていうのかけですかね。そうですね、らしい。それで中立な立場保ったけど輸出はしてたよっていうことらしいですよ。一応スウェーデン人に聞きました。現地生活してる岡はね、いろんなこと知ってるから楽しいですね。あの、半分フィクションなんでね。あの、なんかコメントとかで間違えてますよとか言われてもちょっと困るんでね、フィクションなんで。おっさんチャンネル、そこも面白いところなんでね。あ、そういうことですね。はい、結構知ってる人がいるんで、間違ってるところは直してくれる。直してほしい。ちゃんと僕も勝手に聞いただけなんでね。全て分かってるわけじゃないんで。このストックホルム あのライオンちゃんの由来を知ってる方はぜひコメントをください。ぜひぜひお願いいたします。僕にも勉強させてください。